はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はですね、無限回廊で遊んでいくんですが、題して五条悟なしで30から40階層勝てるんじゃないか説。あ、じゃあ勝てるのか、あ、じゃあかカタツムリ始まってまいりました。カタツムリというわけで、その名の通り、はい、30から40をカタツムリしていこうかなと思います。無限回廊ね、まあ最近、攻略の幅が広がった言うても、まだね、五条先生に頼ってるところはあると思うんですよ。まあ特にこの30から40というこの絶妙な階層、うん、この40から上はもう激ムズなんですけども、この40までのここはね、かなり五条先生抜きで勝てるのかどうかっていうラインだと思うんですよ。というわけで今日は、全10階層すべて攻略していこうかなと思います。以前ね、20から30、五条先生なしでクリアするっていうのをやりましたんで、概要欄に貼ってないんですけども、まあその続きですね。あ、そうか、僕前20から30やったわ。じゃあ30階層やってるわ。じゃあ31からやりましょうかね。はい、というわけでやっていくんですけども、31はこんな感じの、一見雑魚なんですけども、まあ見た目に侮られることなかれ。はい、31こんな感じで五条先生なしですね。はい、よく言われる、僕こういう縛りの動画撮るときによく言われんねんけど、いや五条じゃなくてお骨やんと、お骨やんってよく言われんねんけど、うん、まあそれはしゃあない。五条抜いたらそれはお骨なるわいう話で、はい、そこはちょっとね、多めに見てほしいところではあるんですけども、雑魚が51万、ボスが540万か。まあ、雑魚やん。乙骨目の前にして、そんな HP で大丈夫。ねえ。今日はね、重くそ長い動画と、なってますんで、はい、多分1時間ぐらいかな。はい、頑張っていこうかなと思うんですけども。はい。で、よくね、親切な、実況者の人やったら、なんかコメント欄に31、32ってそのタイムを表示して、見たい階層に瞬時に止めるようにしてくれてるなんか実況者もいませんか。僕そういうの全く考えませんので、誰かやってくれ。はい、31階層こっから始まりますよというそのタイムスケジュール、誰かお願いしたいなと固定しますんで。はい、というわけで他人響き、他力本願でやっていくんですけども、はい、つうわけで、無限回廊はね、死ななくてもいいんですよ。あ、逆や、死んでもいいね。別に、死者0人とか縛りがありませんので、そこがまあこの無限回廊の唯一の救いですね。もしこれ縛りあって、死者1人とかそういうのやったらもうね、苦労やったんですけども、まあその縛りがありませんので、誰が死んでもいいというところではかなり気持ちの整理がついているんじゃないかなと思うんですけども、そうこうしている間に勝ちそうです。まあ幻は余裕やわ。一番は影です。35あたりからちょっと真剣にやっていかへんかったらダメなところなんですけども、まあね、幻はちょっと任しといて、僕ボックスの中で幻が一番強いんで、オッケー、ギョンギョン。というわけで31無事クリアしていきまして、お次32もね、ちょっと厄介やねんこれ。うん、32また一緒のパーティーではあるんですけども、まあね、一発クリアとかそういうの全くなんで、はい、とりあえず今日は30から40五条先生抜きで勝てるまでやります。はい、頑張っていくんですけども、これは、はい、というわけでこいつはね、バカみたいなスタンキャラなんで、ちょっとその辺が怖い状況ではあるんですが、まずは乙骨は呪力温存していくムーブにしようか。このね、糸がね、スタン結構やってきよるんですよね。だから乙骨ビューンの回復してまうんで、呪力はちょっと温存していくパターンで、やっていくんですが、この辺から乙骨ちょっとぶち殴っていきましょうかね。はい、リカちゃん掘り込んでいきまして、このリカちゃんどんだけ入るダメージ言うて結構入るくない。あー、チートですわ。もはや五条先生ですわ。はい、こうなったら皆さんに言われんのも分かりますわな。うん、これで五条先生抜きって言ってんのに、お前こんな強い乙骨おったら、お前五条おるようなもんやんけっていう、
そりゃあね、そんな言われますわ、うん、しゃあないです。甘んじて受け入れる。それは乙骨を取るべくして乙骨を持つ者として生まれた人の宿命ですわ、はい、それはちょっと業を背負っていこう。100万余裕ですやんか。5ターンクリアしました。まあただしかし、この辺はガチで、ウォーミングアップ。マジでこっからですわ。33階層、影となってます。33階層はこんな感じのパーティーで、行こうかなと思うんですけども、デバフパーティーですね、はい、我らが花見、我らが花見真人いますんで、花見真人使ったら五条先生抜きでも言うてね余裕やと思うんですけどもね、掘り込んでいくんですが、このパーティーはもうギョンギョンに、7ミンで掘り込んでいくムーブと、なってますし、階層も黄金ムーブなんで、でここ確か相手さんの HP どぎつかった気がするんですけども、これ HP なんぼある、こいつ600万でしょ。600万を7ミンただ一人で削り切るという、パーティーとなってます。はい、言うてこの7ミンはねダメージがアホほど出ますんで、ちょっと、塾長肩になってしまっているし、こっから錯乱地獄なんで、この錯乱をどんだけ避けることができるかで全てが変わってくる。まずここね、塾長引っかかった、花見も引っかかったか、花見引っかかったか、ここ花見引っかかったんでかすぎるな。これはこれ花見が動かへんかったら僕の負け、負けー。いやまだ早い、まだ早い。オッケー、あっ、そんなこ、なな、こっから一味も二味も違うやろ。あそこあの七民じゃなくて五条先生やったら今の勝ってましたからね。五条先生で必殺ぶっぱして、こっからガチ真剣勝負となってます。お任せあれ、勝ちますわ。そうですね、さっきの影でいきり散らかしていましたんで、どうせ余裕やんっていう、雑魚をぶち殴ってほんまの強者を目の前にして足ガクブルのションベン垂れ流し状態なんで、まあ、僕はチキンというのはねもう潜在意識というか、あれもう側で分かっていたんですけども、まあガチでそういうタイミングになったらほんまにションベン漏らすんですわな、これに関しては。はーい、13万でしょ。まあ一応今回は西宮でスタンとかもワンチャン狙っていくムーブにしていきたいんですが、まあどうなんでしょうかってお話。ほんまやったら塾長の方がナナミンダメージ出んねんけど、ナナミンに一旦はいいでしょう。ナナミンに一旦全然ええわ。まあこれバフ積んでいくムーブ掘り込んでいきまして、ナナミン動いたらでかい。あーちっちゃいわ、ちっちゃいね、お前は器が。なあ、男としての器を言うとんねん、こっちとら。なあ、ナナミンよ。それでええんか、お前は。ちっちゃい男に慣れ下がってもうてええんか？ちっちゃいわ。勇気回答見ろや。なあ、ナナミンよ。オリキャラを見習ってくれ。この勇気回答のたくましい背中よ。これが強者ゆえなんですよね。ぜひに、その、教え子の、背中追ってほしいなと僕はそう思っております。はい、これはあーちょっとまっついな、ちょっとまずいことなっとんな。これも連携打つか、連携掘り込んで、はい、2人でまあワンチャンスタンできたら強いかなっていうぐらいなんですが、スタンできないっす。素晴らしい状況で重くそダメージ入っていきまして、ただしかしね、まだまだあんねんな、 HP 半分も減ってんやろ。終わっとるわ。やっぱ塾長ちゃうからダメージ伸びひんねんな。ただこいつはねスタン刺したら強いんでね、塾長より西目の方がいいと思ったんですけどもね、やっぱ塾長を連れてきた方が良かったかな。アイゴミスタンは全然いいですわ、いいところに入った。逆にもう花見が止まらん限り何でもええねんこっちは。はい、
ほんでもって、バフもボンボン積んでいきまして、花見がさっきからなかなか避けてくれてますね。これはいいように働いてるで。ほんでめっちゃ動く、動きすぎている、動きすぎている、素晴らしいね。ちょっと入ったかダメージ、まあしゃあないしゃあない、回避激ナイス。今のダメージ食らってたら死んでましたわ、危ないところで。ここはここ、バフ放り込んで、ここからナナミン、あれですわな、はい、頼む、動かないと。なるほど、ここはちょっと動いてほしかったですね、頼むからお願いしたかった状況ではあるんですけども、ここ、これは全員動くな、OK、階層もうまいこと返ってきましたんで、はいと、素晴らしい状況で、ただ、サクランが全員に入った、サクラン全員に入ったんは聞いてへんな、全員じゃなかった、全然。ただ花見が動かんかったんやばすぎるけども、ダメージエグすぎる。そうですね、ここ西宮と花見、花見が動かへんかったら負けやな。あやばい、国戦出してくれて、あーい、そこに行ったんやったらまだいけますわ、まだいける、まだいける、全然まだある。我らが魔人なんで、我らが呪霊なんで、こっからもう人は2の次3の次ですわ。はい、魔人が強すぎる。もう普通に魔人花見パーティー使っといたらよかったか、僕そんなこんな、なんか意地張って人使わんでも闇落ちしたらよかった、そういう未来になるよなあ、呪術師さんたちよ、それで縁かお前ら。ああそうですね、これまた、ほんでいいところにいるわ、真人がちょうど花見で上書きできる場所もええですわ。ほんでクソブレイクして、これは、はい、重クソ上書いていきまして、ナナミンバフ、このね真人花見とかで最強ムーブで、瞬時に上書いていって、ダメージはいいのが入るね、90万。もうナナミンですやん、ナナミンの、最大火力が真人の、 あの割合ダメージで入ってもうてるっていうね、あるまじき状況で、はい、ほんでここはまあ普通に掘り込んどいて、ほんでもって、はい、これもっかいバフ積もう、もっかいバフ積んで最大火力一応、掘り込んでいきまして、ここは相手の必殺技はダメージゼロかな、もうほとんど。これ必殺技掘り込んでいくんですが、これはちょっとダメージ、かっすいもんがあるかな。ただ次の、真人必殺技発動できたら多分勝てると思うねんけどな。いや、ついよいぞ94万。94万も入る？ナナミン。さすがデバフ。ほんで、一人も錯乱せえへんかった。これはクソでかい。これ花見が必殺技発動できた瞬間勝てるな。ここの必殺技は、完全にダメージゴミなんで、はい、よりにもよって、よりにもよってやな、お前はついてないの本当に笑えるわほんま。これ勝ったな、やつえ、真人が強すぎるほんまに。こいつなんで無課金キャラなん、頭おかしいねんけど。だって単体に言ったら2万9000とか入ってんもん、2万9000とか入ってる攻撃こいつ確定回避すんねんで、土地狂っとんな。最初から真人使っとくよかったわ、この真人花見、あの意地張ってナナミンとか使わんずに、まあよかったわ。はい、オッケー。お次34階層は夜やったな確か、はい、あ違った鍵が、34はもうね、大丈夫です、はい、このパーティーで、はい、もう何も考えずに真人花火ですわ、はい、まあ、このパーティー使ったらね、30から40はもうほぼ余裕にクリアできると思うんですけどもね、36か7のデバフ以外は余裕ではあると思うんですけども、まあ一応
頑張っていくムーブを取っていくんですが、はいと、ただここはね、敵が3人なんで、これをどうしていくかっていう状況。ほんでこいつらは呪力マイナスとかしてきたっけな。なんかね、呪力マイナスとかね、ザリガニしてきたような気もするんですよね。どうやったっけな、ちょっとあんまり覚えてはいないけども。ほんで結城さんがフリー属性もらってしまっているんですが、それはまあしゃーないところではありますわ。はい、耐えていくしかありません。はいの、はい、重くそゼロ、シールドなんかどうでもいい、攻撃引き付けなんかもどうでもいい。はい、これは意味ないんで、ここ2人で連携掘り込んで、はいと、これをあと5、6回繰り返したらいいんで、ターンは40ターンぐらいで勝てるっていうバカ耐久パーティーと、なってるんですけども、このパーティーやったら確実に勝てるんで、はい、お任せあれ。連携必殺掘り込んで、はいと、もうダメージゼロでしょう。こうなったらさすがに何も心配がいらんね。はい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 、あね、ちょっと入るんですけども、ほぼダメージゼロなんでお任せあれ。ちょっと任してほしいわ僕に、一旦ここは。はい、まあまあ重くそ雑談しかないですわな。もうこうなったら相手が死ぬのをただ待つのみで、あの雑魚は回復しよるんで、ダメージ与えても意味ないんで、敵のね HP がただ減っていくのを待っていくだけとなっていますんで、はい、ちょっとね、あの高みの見物皆さんにはしてほしいなと思うんですけども、一番心配なんは、犬巻の、HP ですね。あいつ重くそ自傷入るんで、ちょこちょこ階層で回復していかへんかったら飽きまへんので、はいと、ほんで、連携打ったら、このスジコちゃんは回復できるんで、花見が領域解かれた状態で、発動しましょうかね。ほいと、はい、素晴らしい状況で、ここで連携を掘り込んで必殺ゲージもギュン上げしていくムーブで、はい、まあ一応バフも積んでいきまして、花見と真人はセットで打っていきたいんですよ、必殺技を。そうしたら真人を、最短ルートで、貯めることができむるんで。ただしかしちょっと花見が一旦遅れてしまうんで、まあでも一旦早く発動する意味もありませんので、ここはもう安全に、発動していくパターンでよろしいかな。これはこれはジロコ温存しといて、まあ、大地を掘り込んで、ちょっと犬巻はやっぱり HP 半分ぐらいになってまうか。まあこれはしゃあないところではあるんですけども、はいはい、まあね、ウィークでも2桁なんで、はい、心配いらんわこれに関しては。そんでここは、スルーで無意点々等々を掘り込んでいきまして、はい、まあここは花見でデバフしてへんし、この花見の階層も発動しないっていう、ターンなんで、ここちょっとダメージ入ってしまうんですけども、まあ別にええわっていう状況で、ちなみに一人でも死んだらこのパーティー瓦解するんで、これはね、ドミノとかと一緒ですわ。はい、一つが潰れたらもうそっからガチャガチャガチャって潰れてしまうんで、ちょ、これはもう皆さんの連携で頑張ってほしいなとは思うんですけども、はいと、暗闇はどうでもよろしい。ちょっと HP が減ってきとるね。まあ連携必殺とか打っていきたいところではあるんですけども、必殺ゲージをちょっと無駄にはしたくないんで、ここは、頑張って耐えてほしいなとは思うんですが、次の次やな、連携は。それ打ったら、ちょうどいけるんで、5ターンに1回ぐらいで、割合ダメージいけますんで、30ターンぐらいで勝てそうな感じしてんな。はいと、イニシエから伝わるバカ耐久パーティー、これめっちゃ面白いんでね、ぜひに皆さんもお試しあれでもあるんですけども、第一掘り込まれて、おいの、ここは
はい、ここで連携を掘り込んでいくムーブ、お発していきまして、自在木槽、これで一応連携で HP ちょい回復するんですけど、まだ足りないんですが、次階層返ってくるんで、まあ、なかなかいいのではないかなと僕はそう思います。はい、はい、9600、はい、ちょい回復、花見、まあ一旦ディレイあんねんけど、まあどうでもいいわ。いい感じにミスっとんね、相手さん混乱してるわ、もうこんな変なパーティーやから。階層を発して自在大地で、ちょうどね周期がね、相手の必殺技と同時にこっちも必殺技発動するんで、花見の階層が発動できないんですよ。これ階層変えるべきやったな、結城さんと逆にした方が絶対に良かったわ。ここも伏せ発動しといて、エンドンとこれまた連携掘り込んでいきまして、はいと、まあダメージ以下ほどっつーわけで、まあ雑魚一人でもしょれたらね嬉しいんですけども、雑魚は HP 回復するからな、これがなかなか鬱陶しい状況ではあるんですが、はい、連携必殺おいと、16ターンでこの減り方なんで、これは30ターンちょいぐらいで勝てる未来が見えますね。あーちょっとやばいな、ちょっと HP がやばいので、ここらでゴリ回復、していきまして、大地を掘り込んで、やっぱり犬巻は自分の階層だけじゃこと足りひんな、ほんで早くブレイクしたいところではあるんですけども、まだまだかなこれは、ブレイクまでは。はい、自在と防げ掘り込んで、大地掘り込んで、まあただ5ターンに1回回復できるからね、そこはまあ強いところではあんねんけど、また回復の周期かぶってまうな。まあええか別に、そのうち連携打つんで、まあ回収できる範囲ではあるかな、あの HP は。大地も掘り込んどいて、はいと、まあこの辺からね、この中盤あたりから、犬巻の HP が半分切るんですけども、まあでもダメゲンとかね、花見をちゃんと発動していたら、大丈夫なんで。ほんでここを一旦スルーしますわ、一旦スルーして防げ自在、これ呪い放り込んで、はいと、次、連携打ちますわ2人で。ちょっとここ磁力がなかったんで、花見を、ここで連携打ってギュン上げして5000とかいうダメージ入っちょい、なかなかええのもらったな今、まあ、自在関係ない、大地ほい、雑魚とボスの、必殺技の周期が崩れたんで、ここから花見の階層は活躍できそうですね。これほんま花見と結城さん逆やったわ。まあしくじったんですけども、よしとしとこうかな。 OK、こっからまた連携掘り込んでいきまして、ほいと、ほんまはね、ここでダメゲン打ちたいんですけども、しゃあないところではある。ほい、次ブレイクやな、ボス次ブレイクか、時間かかるけども、これが一番勝てる方法なんでね、この30から40。はいの、そんでもって2人の必殺ゲージ、ちょっとやばいね、ちょっと待ってくれ、こんな中途半端なところで負けるのは想像していないんで、お願いしたい状況ではあるんですけども、頼んます。ちょっと犬巻の HP がこれ1やな、犬巻の HP1 なるわこれ、大丈夫か、大丈夫かこれ、犬巻の HP1 なんねんけど、これはダメゲン貼って、ダメゲンの周期はうまいことなったんでいいんですけども、これも全階層発動せなあかんわ、次生きたらな話やねんけど、大丈夫か、これ大丈夫、あまずい、まあぶねえ危な、これ危ないところやで、これはもう全部の階層発動して、はいはい、オッケー、耐えたわー、ほんま耐えた、危な、
危ないところやで、これ。次切れるか、ここで切れるか、花見次ここか。切れたんで、これまた一旦待機やな。一旦待機、防げ、自在、自在意味ない、出資。また犬巻の HP が心配やな、これ。大丈夫か、この34だけでどんだけやっとんねんこれ。34階層でもうなんか20分ぐらい経ってへん。大丈夫か、あと5回差あんねんけど。今日の動画どんだけなんで、これ1時間いくな。すいませんね、本当に。ただこれがガチ攻略なんで、はい、お願いしたいなと思うんですけども。これちょい回復して、前花見、花見届かねえか。届くという前提でした今の、うん、まあこれはしゃあない。次ブレイクできますんで、これちょ一発無意点ペン打っとこう、関係ないけども。ほんで出資、これちょっと犬巻に行ったらやばそう。大丈夫、あーはい、あーまずい、非常にまずいですね。ブレイクはできた、あと2回ぐらいかこれ。うわー、ちょっとあと2回ぐらいやな。ただ雑魚もおるんで、雑魚どうやって処理しよう、これ。雑魚どうやって処理する、このパーティーで。このパーティーはこいつら回復しておるから雑魚処理できひんねんけど。そういや雑魚の処理方考えてへんかった、どうしよう、どうやって処る。このパーティーの雑魚の処理方教えてほしいねんけど、逆に。どうしよう、これマジでどうすればいいの。雑魚どうすればいいの、僕。何が正解や、ここの雑魚。死んでもらうか、ボス倒した後に一人死んでもらうか、わざと一人死んでもらって、そっからやな頑張るんは。あれ重くそやって、周期もうまいことずれてますんで、これ次いきなし連携掘り込んでな、オッケー。ようやくいい感じになってきましたで。これ自在関係ない、これ掘り込んで HP 回復しちゅえ。ただしかしね、雑魚のこと考えてなかったわ、ボスのことだけ考えてた。ここサブにナナミンいるんで、これマジで誰か死んでナナミン呼ぶしかないな、それ以外に選択肢ねえか。無意天変掘り込んどいて、大地掘り込んで、はいと。うまいことダメゲンも使えた、これはでかい、はいと。ようやくボス見えてきたな、これ次やな、次です。はい、もう一回これ発動できたら、勝てるという状況ですね。よかった、なんとかボスは勝つことできるんですけども、雑魚どうしよう。おい、さあもう残すところ少ないで、真人の単体攻撃で勝てへんかなボス、さすがに無理か。ピュンピュン、ゼロとゼロ、あもうクソゼロ、あゼロゼロ。これボスの HP なんぼ、あと20万か、20万がちょっとまだギリ無理かなっていうラインですね、これは。大地掘り込んで、ちょっとデバフがあんまり追いつかんな。真人で1万なんで、あと20回殴ったらいきますわ。はい、まあ無理なんでね、はい、諦めていくんですけども。ボス、これ不正でいきまして、重くそ、あれ重くそ。ここマージで犬巻以外で、犬巻に行ったらちょっとやばいです。
あーよくぞ、あよくぞよくぞ、うわこいつらの回復うっざ、こいつらの回復バカうざいな、おいマジか。まあこれは花見待たずに真人掘り込んでいいんですが、こっからやな勝負は。はい、オッケー。ここ連携掘り込んで、まあ、天変しといて、はい、趣旨掘り込んで、ベストは、ベストはこれ、花見かな。花見死んでくれたら一番でかいねんけど、まあ、この HP 的に、犬巻が死にそうかな。真人を使って勝ちでしょ。問題はこっからやな。こっからどうするべきか。はい。まあとりあえずボスショッター40ターンジャスト、素晴らしい状況で、これ40回から上でもギリバフ積まれて勝てるんで、このパーティーマジで最強です。はい、40ターンでどのダンジョン、うわっ、これ40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 、これここってさ40、これ、うわあ、もうこっから、あもうこっからさ、もうこっからそんなバフ積むん、ここ、嘘やろ、もうこっからそんなバフ積む、あすんごい、あすんごい、このすんごいわ、こっからそんなバフ積むん、これな、ここまでやったら無駄、バフ、嘘やろ。